動画を見てくれてありがとうございます。ループです。マブラブオルドネイティブアニメ2期19話決戦前夜、感想と補完です。よろしくお願いします。今回は原作ゲームからの補完を交えながら次回に向けてのワクワクを話していけたらいいかなと思います。まずはスミカについて。タケルから手作りサンタウサギをもらったスミカは急速にタケルが知っているスミカへと自我を安定させていきます。ここはアニメだといきなり急変しているように感じますが、実際には1週間くらいの時間経過の中のお話です。タケルが元の世界から帰ってきたのが12月17日。今回のラスト高21号作戦決行日が12月25日です。まあそれでもね、急変は急変なんですけど、それには理由がありまして、タケルが因果動態であることが大きく関係しています。ざっくり言うと、因果動態であるタケルが元の世界に帰って元の世界のスミカと関わったことにより記憶が流出します。その流出した記憶が因果動態であるタケルと関わることにより00ユニットへ流れ込む因果交換現象が起こっています。その流出した記憶とオリジナルの記憶は本人には区別することはできず、自分の記憶として認識していく記憶の自己同一化現象も見られています。さらに記憶の関連付けから、この世界のオリジナルスミカの記憶も芋づる式に回復していこうとしている状態なんです。ここまで急速にスミカの精神が回復してきているのは、タケルがこの因果動態であったこと、そしてタケルのスミカに対する強い思いがあって成し得ています。オルタネイティブ編でタケルが愛している人はスミカ一択です。00ユニットにはリーディング能力がありますので、たとえタケルが意識的に調律を行っているのだとしても、根本でスミカを愛しているんだという気持ちが伝わっています。光月博士がタケルのスミカに対する思いへ感謝の気持ちを持つくらい、00ユニットの調律でタケルは成果を出しました。結局のところ、00ユニットの調律にはタケルが必要不可欠であり、タケルが作り物である00ユニットへ愛情を注げるようになるため、ここまで光月博士がさまざまなお膳立てをした上での結果ともなります。光月博士の見立てで運用評価試験へ十分耐えられるところまで精神を安定させたスミカ、人類を救済できるかもしれないという力を見せてくれるのかは次回以降へ期待ですね。そしていよいよ発令された高21号作戦、佐渡島廃部制圧を目的とする在日国連軍と帝国本土防衛軍との大規模共同作戦。公の作戦目的は高21号廃部の無力化、そして敵施設の占領及び敵情報収集。横浜基地からは A01 部隊のみが特殊任務のため参加します。オルタネイティブ4本拠地である横浜基地は最重要防衛施設ですから、守備を薄くすることはありえませんよね。国連にしろ帝国にしろ、それぞれに目的はありますが、今回の作戦はあくまで00ユニットの評価試験のための計画であり、00ユニットによる高21号配備のリーディングを行うのがメインの目的。帝国軍も極東国連軍も全て00ユニットの護衛だと言っても過言ではありません。その00ユニットが直接指向制御で操るのが戦略航空機動要塞 XG70B スサノオ2型です。単独で背部へ進行、短時間で背部を破壊するという夢のようなオーダーを叶える兵器。ムアコックレヒテ型高重力機関から発生する重力はラザフォードフィールドでベータのレーザー兵器を無力化、重力制御の莫大な余剰電力を利用した荷電粒子砲で背部を殲滅する。しかしスサノオ2型も完璧なわけではなく、ざっくり言うとですが、荷電粒子砲を撃つとラザフォードフィールドが一部以外消え、4分間防御が非常に手薄になります。A01 部隊はこのスサノオ2型を直近でどんな犠牲を出してでも護衛するのが役割です。
アニメでも説明されていましたが、幅10メートルほどあるラザフォードフィールドに戦術機が触れるとパイロットはミンチになります。さらに可燃粒子砲を発射するときはその反動をつけすため後方へラザフォードフィールドが広がり、戦術機が立ち位置を間違えるとこれまたミンチになります。この辺は覚えておくと今後の戦闘が分かりやすいかもです。逆に言えばですが、ラザフォードフィールドが展開されている限りはベータもスサノオ2型には接触できません。スサノオ2型の攻撃要素はあくまでおまけであり、主目的は戦場においてリーディングをする00ユニットに最も安全な場所を提供することです。今回は作戦ブリーフィングや光月博士の設定解説などはいつも通り大幅カットでしたが、つくよみさんのシーンはじっくりやっていたり、タケルと伊勢美隊長のシーンでは君がいた季節のヒロインが出てきたり、オリジナルのシャワーシーンがあったり、ファンサービスがたくさんあった回ですね。個人的には少しでも柏木に触れてくれてよかったです。いよいよ佐渡島編ですね。正直気持ちはもう来週へ向かっています。今回のアニメ化最大の見せ場といっても過言ではないですし、自分もここを見るのを最も楽しみにしてきました。原作ゲームでも一部アニメを使用しており、それがまた素晴らしい出来だったんですが、アニメでは果たしてどうなるんでしょうか。ここで頑張らなきゃどこで頑張るんだというところですんで、映像面も思いっきり期待して待ちたいと思います。やっと俺らの出番だぜっていうことでね、ベータもたくさん見られるでしょう。一人の子供が人類に夢と希望を与えるクリスマスとなるのか、俺たちの戦いは次回から始まります。最後まで見てくれてありがとうございました。